能率の悪い仕事その2として、こちらに見えるメッシュに絡んだ草をですね、鎌で20メーターにわたって草刈りしました。その苦労のシーンをですね、2分ほどにまとめましたので、どうぞご覧ください。ちなみにですね、腕時計を2つつけてまして、 GPS の機能とロケーションメモリーっていう機能の2つを組み合わせてですね、農作業の記録を取ってます。20倍速で再生しているんですけど、ご覧の通り本当にちょっとずつしか進みません。とても暑いんでですね、この後倉庫に戻って15分ほど休憩して作業を再開しました。ここからですね、カメラを中間地点に移動して、そちらに向かってくるシーンで撮影しています。この辺りは毒蛇がいてですね、夕方涼しくなってからの作業ではとてもじゃないけど怖くて危険なので、日中の暑い時間帯に作業しています。からですね、草刈りもラスト5分、おかげさまで綺麗になりました。最後までご視聴どうもありがとうございます。ご覧のような能率の悪い仕事シリーズはまだこの先第3弾へと続きます。どうぞご視聴ください。